水使う。そう。でもウォーターボーイズ。そう、ウォーターボーイズ、テーマはウォーターボーイズです。あのいい、ね、音楽をかけるのでそれに合わせてみんな踊ってください。いい？いい？水の中で踊ってる感じでやるね。そう、水の中で踊ってるイメージ。で潜ったり、そう、出たり、そう、これは全員参加です。全員参加、全員参加。あ、じゃあまたステージ上がれる子上がっちゃおうか。それでお客さんに一番上手かった子を決めてもらいます。お、でその子に点数が入ります。これはあれだね、身体能力が試されるね。そう、あの音楽のセンス。そう、みんな準備はいいかな。じゃあ、じゃあステージ上がれる、ナシノスケとパルコアラ、ここ来ようか。すごいね、ウォーターボーイズと来たね。ウォーターボーイズ描かったんだよね、ウォーターボーイズ。俺、さあ元気よく期待してますからね。期待しますよ、お願いしますよ。やる気満々ね。あ、じゃあユリと下行って、ダルちゃん上行って、よし。ちょっとね、俺もあれだな、うん、何ですか、参加しよう。参加する。どんな感じかやってみたい。わかりました。よし、じゃあみんな準備はいいかな。すごい。よし、それではミュージックスタート。これはですね、私もちょっと体験しましたけど、かなりですね、あの、いろんな意味でパフォーマンス能力を求められる競技でした。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。どうして、じゃあ、上手かった子を、じゃあ3人選ぶ。そうですね、そう、じゃあ3人選ぼうかな、ね。選んだ。どうしよう、じゃあ、もう、決めたい、この子上手かったっていう子、あ、どうしよう。じゃあ一人ずつご紹介して拍手の感じで決めようかな。じゃあ拍手の感じで決めよう、うん、じゃあユリートが一番うまかったと思う人。32人。で次、ナシノスケが一番うまかったと思う人。あ、ちょっとすいません、ナシノスケもう楽天です。31人だった。次、ピンポくんが一番うまかったと思う人。30人。次、パルコアラが一番うまかったと思う人。29。ちょっと減ってて。次、柴崎咲ちゃんがうまかったと思う人。お、あ、あ、お、多い多い。34人。次、ハーモニー君がうまかったと思う人。お、すごい。お、すごいな。じゃあ次。あれ、人数言ったもん。いや、どう今の拍手は拍手しようかなと思ったんだけど、ドメンバーがまたちょっと突っ込んでますよ、はい、30、今3人だったね。はい、次、じゃあドロンバーが上がってた思う人。拍手も止めてます。 34.5 人。何ですか、0.5 っていうの。で次、ザック。ああ、いいね。今パフォーマンスしてます。うん、いい。29人ですね。次、ディア君が一番うまかった。
おい、33.2 人です。もう覚えきれない。で最後にダルちゃんが一番上手かった人。お、僕じゃなかなか多いですね。これ誰が一番上手かった？私の記憶によると、うん、柴崎咲ちゃんが一番多かった気がする。柴崎咲ちゃん、柴崎咲ちゃんが優勝です。人数があんま関係ない。はいはい、柴崎咲ちゃん2位は、2位はユリート。いいや、ユリート。で3位は、3位はトロンパ。トロンパ、トロンパ。50点、はい、ユリートが40点、ドロンパが30点入りました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、はい、ゆるい。そうですね。